死ぬところだったぜ。こやつめ、楽しませてくれた。灰になる前に俺が殺してやる。グドウ玉を蹴るだと。駅前先生、なんとなく前とは違う。オビトのやつが。ああ、自分でも不思議に思うってばよ。今なら全部を変えられそうだ。不動玉といい、触れているのになぜこいつの力が急に伸びている。先方、京都螺旋手裏剣。誰だ。取り込め。やったのか。あそこには大先生も。気が消えた。先生、駅前先生なら大丈夫だ。もう死んだりなんかしねえよ。八門全て開いたはずなのに。いろいろできそうな気がすんだ、今の俺ってば。飛べるか、二代目。そういうことか。あ、四代目のマーキングとリンクさせておいた。彼の風がまた強さを。行く先を見てみたかったけど、存分に味わえた。つけ。おい、何諦めようとしてんだよ。うちは、うちは。ナルト君、ガイ先生よ、本当に一緒に杯を交わそう。おい、オビト、お前。鎌をいっぱい傷つけ殺した。本当はこんなこと言いたくはないけど、ナルトを助けてくれてありがとう。最後に頼みたいことがある。味方でなくていい、敵としてだ。そうか、真珠そのものが。全てを一つにする時が来た。お前では俺を倒せん。球を手にしたのだ。バーガー、俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。俺はその二つの力を両方合わせ持つ存在だ。が最後の戦いだ。血が上か決着をつけてくれよ、イントンライハ。サスケが、この距離瞬身。いや、よそ見すんなってばよ。リム、なんだあれは。ラントンコーナー、また来る。そこか。サスケ、そっちへ行ったぞ。なんか目に見えねえのがうろちょろしてやがる。これはもう一人のマダラだ。ナルト、どうやらもう一人のマダラにはこちら側からの物理攻撃は効果がないようだ。あのウチハサスケ、奴は唯一俺と同じ直友へのシャリンガンを開眼していた。は違うつながりがあるのかもしれんな。今も俺の目としてしっくりか。それがお前の左目の能力。影のマダラにも陸道の千人チャクラによる攻撃は効くか。お前の影は一定時間で自分に戻るようだな。やつとやつの影はおそらく少しの間重なったままだ。次も仙人の力のまま術を準備しろ。
動きを封じる術、継続時間とその発動間隔、そしてそれに対する対処法を想定したか。オビトより早く生まれていれば、こいつを。今さらそんなことはどうでもいい。何があったにしろ、先方、ジトン螺旋丸、千鳥、それでうまくいく。ちらっとイラつくけど、今がその、なんだ、移動した。影を身代わりにしたのか。あそこだ。少しだがお前の左目の能力も分かってきたぞ。急げサスケ、マダラの先には。うわ、早くリネガンを潰せ。絶をもう止められそうにない。さすがに早いなサスケ。神、上半身だけを。早く。分かってる。アセン、なぜサクラがここに出てくる。時空間へ行ってたのさ。一瞬だったよ。マダラにシャリンガンを奪われてしまったよ。見せて先生。すまない、マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。この左目のリンネガンをお前が潰してくれ。おがい、この左目を潰してくれ。どうしたサクラ。ってことは大変じゃない。マダラにオビトのリンネガンを取られちゃう。仕込んでいた受印札が消えているな。昔に貫かせ排除した。俺自身が十尾の陣中力になるにはあれが邪魔だったからな。いや、期待以上か。何がおかしい。なぜ俺だったんだ。お前は心の底から人に優しく愛情深い。一旦落ちてしまえばそれはこの世界への深い憎しみへと変わるからだ。もう少し必要なものが。その左目を。頼んだぞ。おう、任しとけってばよ。マダラが現れたらしく。奴の影はどうした。影分身と陸道の棒で。ちょっといい。せ、目開けてみて。どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども。気を抜くなと言ってるんだ、ナルト。マダラがカカシの目を奪い、オビトのところに行った。次はリンネガンを揃えて出てくるんだぞ。火影になる。そういった本当の意味。それって。こうしてかつての第七班が揃ったのも、何かの因果かもしれない。来るよ。お前たち、鈴取りの最初の演習を覚えてるな。イメージャン、チームワークだ。あら、一緒に死んでやるのもチームワークというやつだ。だろ、リンネガンが揃ったか。下半身は回復が進んでるな。オビト、残念だが、赤でお前たちに後を頼むと子供のように拝んでろ。まるでわがままなクソガキだ。無理もない、この眼力。もう引かない。さくらちゃん、柱間の孫娘と同じ再生体の術か。届かない。なんだ。気にしないで、ナルト。サスケ君は私のこと大丈夫だから。あの左目、リンネガン。マダラの影が4体に増えている。自爆転生。一旦ここから離れるぞ。ナルト君たちは。ならずうまくやってくれる。これが陸道の力。前の時よりでけえし数が違う。来た、影も来るぞ。影分身の術、任せろ。
わよ。ではこいつらの死に様を記録しておくか。ロマン、螺旋手裏剣。くそ、次々来る。石碑の内容によるが、裏を持つ者が月に近づきしとき、を照らせ無限月読み。なんだこの揺れは。四時の方向、隕石です。なんて火事だ。ナルトのみんなへ渡していたチャクラが消え、あのでかい木も急に消えた。なんだ、どうした千葉、月を見てみろ。次ので隕石は全部粉々にすっから、もう大丈夫だってばよ。行け。急に降りてくんな。お前まで螺旋手裏剣に巻き、こら、もっと静かに着地しろ。あの目、まさかマダラの術がもう。大名様、大変です。起きてください。大名様、外が大変なことに。夜なのに昼のように。では影をも貫き見通す。どういうことじゃ。体が動かない。ナルト君。ナルト、今はダメだ。薄さの光を通していないのか。ネガン、この術をも退けるか。クタスサノーがなければお前も奴の現実に縛られるぞ。気を待て。はい、コタン。神樹の生命エネルギーで人々を縛っている。なぜわしはかからない。ヤマトか。あれ、ここは直ヤマト三代目。忌まわしきチャクラなき夢の世界の始まりだ。アダラの術が発動した。強力な幻術だ。全員その幻術に落ちただろう。助かったの俺たちだけかもな。無限月読みか。今頃みんな夢の中だ。いつ出れんだよ。月の光で幻術にはめるようだ。その光は徐々に弱まりつつある。マダラ、お前がウチハを語るな。語っていいのは兄さんだけだ。やはり光を通さなかったか。なお現実から覚まさせるにはどうすりゃいい。リンネガンの現実はリンネガンで処理で。世界の救世主たる俺がな。まだら、あの額の目。おかげ4体に四方を囲まれてるぞ。彼らには何もさせん。今この世の因果を断ち切った。こんなの嘘っぱちじゃねえか。あの幸せの邪魔をしているのだ。やめた世界は。俺は地獄を天国へと、違いをようやく正したのだ。山も俺も目的は一緒だった。そして一緒に行動を始めた。戦いに駆り出される。忍びの世界を変えようとしては腹の奥、腹渡まで見せ合うことはで、憎むことは決してやまない。どうなった。忍び同士の戦いは止まらぬ。第一次忍界大戦、第二次忍界、第三次忍界大戦がやまない。それが柱間の作った忍び世界。おとなしく美獣を渡せという提案はしたはずだ。今人は皆真珠の中でそれぞれが幸せな夢を。俺は忍びの長き戦いの歴史から救世主として争いを取り除いたのだ。理解しろ。
全て終わったのだ。違う、まだら。